し、行くか。これはケンジ23歳、パチンコ店員をやっている。俺がこの仕事を選んだ理由は時給が1400円だったからなのと、女の子が可愛かったからだ。おはようございます。おはようございます。ロッカーで制服に着替えたら笑顔をチェックする。だいぶ笑顔仕上がってきたな。ケンジ君。あ、店長。笑顔硬いからもっと自然に。ほら。はい。あと服にほこりついてるよ。あ、すいません、気をつけます。笑顔、挨拶、服装をチェックし終わったらホールの清掃、パチンコ台の開閉チェックを行う。よし、開いてない。オッケー。大丈夫。ケンジ君、整理券お願い。はい。おはようございます。整理券です。そして9時30分、朝礼開始。11月15日、朝礼を始めさせていただきます。本日は寝台とイベントがあるので、たくさんのお客様が。業務説明が終わったら声出しをする。おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。この声出し練習を5から10分行う。よし、ついに開店だ。いらっしゃいませ。店内は走らないようにお願いします。さてと、ホールの巡回を始めるか。歩くときは台や床がきれいか、困っているお客さんがいないかを確認しながら歩く。また片耳にインカムをして、そこからの指示にも耳を傾ける。34番台上げ下ろしお願いします。はい、行きます。ケンジ君。はい。もっと大きな声ではっきりと喋って。はい、すいません。パチンコ内は爆音なので、大きな声ではっきりと伝えなければならない。申し訳ありません、お待たせいたしました。これ流して。承知しました。重て。パチンコ玉が入った1つ10キロ程度のドル箱の上げ下ろしを行う。あいてててててて。もちろんこの作業で腰をやる人も多い。お待たせしました、こちらになります。ありがとう。ありがとうございました。あー、腰痛。最近ではパーソナルシステムといって、機械が自動的に出玉を記録するものも出てきているが、うちはまだ導入されていない。ケンジ君、34番清掃して。はい。パチンコ台が開いたら、忘れ物がないかをチェックして、次のお客さんのためにしっかり清掃する。オッケー。あの、はい。タバコちょうだい。承知しました。少々お待ちくださいませ。こういったお客さんのお使いをやるのもパチンコ店員の仕事だ。お金を受け取ったら景品カウンターまで行ってタバコと交換してくる。お使いです。タバコください。はい。景品コーナーは出玉と景品を交換する場所で、可愛い女性スタッフが担当することが多い。ちなみに俺は葵ちゃんが好きだ。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました、どうぞ。ありがとう。ケンジ君、45番エラー出てるから行って。はい、お待たせいたしました。パチンコ玉が詰まって出てこないんだけど。申し訳ございません、開けますね。よし、治った。お待たせいたしました。ありがとうね。はい。あ、申し訳ありません、台にパンチをするのはやめて。おい、10万入れたのに出らんやないか。どういうことじゃ。いや、知らんがな。もう絶対来やんからな。申し訳ありません、全員が当たって帰るわけではないので、こういうチンパンジーも一定数いる。はあ、最悪な客に当たったな。はあ。ケンジ君、笑顔できてないよ。はい。あと51番エラー出てるから急いで。はい。はあ、疲れた。15時45分か。終わった。パチンコ店員は常に歩き回るので、仕事が終わる頃には足がパンパンになっている。それでは上がります。お疲れ様です。足で。うお、タバコくせえ。耳もキーンってするし、お客の中にチンパンジーが混ざってることもあるし、大変な仕事だよな。でも給料はいいし、笑顔と大声を強要されるので、コミュニケーション能力は上がった。それに、あの葵さん。ん？あの、ご飯行きません？は、キモ。可愛い子も多い。今日の授業は終わり。また来てね。